どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけでやっていきましょう。俺のサクサクセスシーズン8、視聴者様からのリクエストにお答えしていきたいと思います。今回のリクエストはですね、はるはるさんからのリクエスト、ありがとうございます。前世紀の鳥谷隆史選手を作ってください。というわけでやっていきましょう。鳥谷。前世紀。ちょっとね、去年だったかな。なんか金本阪神が、誕生してからちょっとね、エラーが目立ったりなんて時期がありましたけど、今、だからまあ前世紀になると結構守備力的にも高いものが欲しいよな。あとミート力のイメージも迷うな、これ。だからそういう時はな、だからまあやっぱり、でかく改造手術でしょ。そしたらまんべんなく全体的に強くすればっていう、まあ、問題は改造手術を引けるか、なくさないかどうかですよね。そのコンボのカード。行きましょう。初期状態、あ、でも守備、肩、補給が強めですね。ちょ、走力とかがないのはあれですけど、まあ、伸ばしますか。よし、回復。2しか回復しないな、ちょっと痛いな。まあまあいいや。とりあえずは回復、やる気アップ。やる気アップで何言ってんだよ。で、これ全部パワーにする必要はちょっとないな、これは。うん。もともとパワー多いし、そうなったら他の能力ガン上げでいきますかね。これ絶好調とかで踏みたかったな。選手にやって補給いいね。エラーしない。それ大事。じゃあゴールで。うん。まあ、そうだ、やっぱ、こういう青とか連続で踏むのって絶好調で踏みたいですよね。とりあえずこれ上行って、あ、そう、明日行った子は選手だな。強振対応で。で、それで、これ、よっしゃ、大回復。となると、これは、ガンダーとかにあってるとかいいな。何？よっしゃ、プロ入りカード。あ、でも、プロ入り、まあ、大事じゃ大事。うーえい。まあ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 、こういうこともあるさと。回復、よし。ってことは、まだちょっとこれ、回復は、一周、してからかな。まあまあ、で、まだなくしてないよな、カード。ちょっと怖いよ。ハテナとかあんま踏めないから。まあ、ちょっとなんか、ちょくちょく踏んでそうで。これ、ぐるっと行こうか。ぐるっと回って、で、ゴールと。守備と補給が上がり気味。まあ、これはいいんじゃないかな。ステージ3。守備の名手ってイメージがちょっとあったりするので、どうしよっかな。とりあえず、これはガンダーにやめた。無理だ、ちょっと。おっしゃ、大回復。大回復と出た時の癒しね。肩超人伝。ああ、まあ、ショートだったら肩もそれなりに必要ですからね。確かに。じゃあ、一旦これ、戻ってガンダー追い詰めて、うっちゅ、カーレンさん、マジか。ちょっとやばいな、これ。あ、でもまあ、ガンダーが右にいるから、あ、シャッフルがある。よし、危ない。ギリギリギリ。あぶ、いやー、カレンさん、ちょっと待って。いやー、きつい。あーし、逃げろ、逃げろ。あ、危ない。ギリギリ、様々に輝く。あー、これはもうしゃあない。行こう。なーに、やめて。最悪。最悪。でも逆に、まだマシよ、多分。吹っ飛ばしカード。おー、なるほど。これ、カレンさん、まあ、カレンさん対策はいいとして、いやー、成功カードをなくしたってことは登場はするんだな。ってことは、だからもう、せめて、もう失敗してもいいように、能力ここでガン上げにしとかないといけないかな。とりあえず、まず、やる気はまあいいとして選手にあって、守備力アップっていいね。で、補給が、ミート、やばい。赤が結構えぐいな。さあ、カレンさんとは、あ、偶数マスいける。よっしゃ、もらった。あ、もらった。ありがとうございます。いいね。理想的。で、はい、守備アップの、これはシャッフルしなくていいかな。宝箱も近いし。おい。で、総力。あ、いいね。足りないところを補うスタンス。それ大事。で、D にして、OK。で、シャッフル。うん。まあまあ、良くなってきた。で、ゴール。さあ、ステージ5。博士、これで登場するでしょ？当然。で、ここで成功すれば、御の字なのよ。もうつまりは。行きましょう。うわー、微妙に遠い。どうしよっか。シャッフルでどっか近づけたりっていうのもちょっと無理。なので、もう行った方がいいな、直接。うん、行きましょう。これは上のパワーだな。ちょ、パワーが、あー、体力、やばい。帰れるか、これ。あ、回復があるから、まあ、それは、様々に輝く。どうだ。うわ、カレンさん、やばい。ロックオンの位置にいるぞ、これ、地味に。まあ、回復して。で、宝箱は逃げないんで、先に博士にやっとこう。博士、頼む。これはマジで、まあなんか気はしてた。うん。なんかやらかすんじゃないかな、みたいな気はしてました。カードをなくした時点で、あれっていう、何か予感はするんですよ、人間。いやー、これどうしよう、失敗。おっと、カレンさん来た、マジか。
まあでもこのの失敗したらもうちょっと育成失敗っていう感じでこれ来るかどうだ。待って、もう吹っ飛ばしカードがある。博士成功してればこの吹っ飛ばしカードもなんか素晴らしかったんだけどな。こういう時に限って吹っ飛ばしカード&プロ入りカードというね、なんか盤石の布陣を敷いてるっていうのがなんかちょっと嫌ですね。さあ、野球超人で、守備か。守備力か。な、守備力高めなのは、でも全盛期。何？おぉ。あんま変わんないね。で、パワー、ミート E。なんないか。補給も上がんねえ。どうだ、アイテムか。守備強化、今かよ。プロ入りあるからな。あー、失敗しようにも。野球マン。野球マン1号になってパワーがせめて E ランクぐらい遠いな。ちょっと苦しいな、これ。あー、いや、これ大回復とか踏む。あれー。これプロ博士成功しての盤石の布陣でしょ。ここは失敗しちゃうな、どうしようもないわ。まあ、一応アップロードはしますよ。念のためね。アップロード、ちなみに本人の能力でも見といた方がいいよな。阪神だよね。阪神の鳥谷さん。あー、まあ全盛期ってなるともうちょっと高いのかな。怪我しにくさ A とか盗塁 B とか足早めなのかな。そうなると、うわあ、ちょっとこれはさすがにね言えないですよ。ちょっとまあ一応アップロードだけしときますかね。ああ、でもう一回ちょっと挑戦しよう。これはもうしょうがない。もう番号こちらです。ダウンロードの方よろしくお願いいたします。でまあね、一時停止推奨ということでここでねポチッと、止めてもらって、でちょっともう一回リトライしよう。博士だな博士。だからいかにハテナの回数を減らしていけるかだよね。いい選手を作る上でハテナに挑戦するっていうのは多分必要なんですよ、きっと。ただそこでなくしちゃうともう話にならないからな。どうしよう。とりあえず名前はじゃあ分かり、もうちょっとね、なんかこうトリターニでいきますか。トリターニ、なんかイタリアンマフィアみたいな。なんかじゃあ行きましょうか。よろしくお願いいたします。右投げ左打ちだよね。で、ショート、オープンスタンスで行ってみましょう。チームはもちろん阪神。いやー、成功させたいな。じゃ、絶対カードはなくせないね。あ、まあ、この言葉がフラグにならないように、頑張っていきましょう。でも、こう、一時停止、おっと！これは閉じ込められる。ヤマトか。ヤマトさん。まあ、でも、これは、でも赤が、下のこの赤マスが嫌になっちゃうな。能力的にもちょっとまあ、守備高め。チャンス C、いいね。5! 地味に痛い。でも、ここで回復とかしてくれたら、よっしゃ！ほら来たほら来た、俺引いちゃうんだな、これじゃー。いや。ハテナ、いやー、でもゴール前にまたハテナがある。このハテナ怖いぞ。なんかやらかしそうで。いやー、減少のパターンはやっ、よっしゃ、回復。これ結果的にプラマイゼロなんじゃないかな。下がって上がって、下がって上がってみたいな。はい、じゃあ行きましょう。お、いいね、回復。とりあえず上行って回復はしようかな。よっしゃ、いいね。上限いっぱい。で、これは、いやー、もう、ちょっと、まあ、耐える回復の方が安いか、今回は。なんで俺、なんかつい癖でハテナ挑戦しちゃうんだよね。選手に会う。いいね、荒木さん。ミートアップ。ミートアップ大事だね。本人に会えたら理想的なんですけど、とりあえず、シャッフル。青竹。あ、いいね、守備力。おい。でーし、あー、ダメだ。なんか体が勝手にハテナに動いてしまう。このパターンはまずい。いずれ絶対落とすぞ、俺。とりあえず、だからまあ、エラーしないってことは大事かな、ゴール。体力大丈夫か？ステージ5になって、だから、まあ、4か5。多分5なんだよな、博士が出てくるのは。そうなった時に、こう、いかにして、こう、なんていうか、体力消費を抑えて会えるかですよね。あー、これは宝箱いき、なになになに？ああ、まあ、あんま変わんないな。総力がちょっと上がったぐらいで。カノ選手。イブシギン。あ、いいね、イブシギン。ぽいぽいぽい。守備力。よし。ああ、守備力 C。ああ、いいね。高いのはいいよ。あとは総力でしょ。ああ、でもまあ、これはゴール前にあるから、あ、ぐるっと回っちゃえばいいんだ。ちょっと体力危ういけど、まあでも総力ガン上げになったのかな。現時点パワーがちょっと低いのはあれですけど、まあ、ステージ4、行きましょう。ここだな。やる気は、ああ、いいね。絶好調があるじゃん、一直線で。あ、一直線でゴールいけるね。これは。カレンさんがいなければだけど。さあ、どこに来る？危ない！危ない！逃げろ！一気に距離を取った方が早いぞ、これは。
いやー、一歩止まったというで無理だ、これは。いや、まずは、そうだな、まあ、肩上げた方がいいでしょう。で、肩超人で、おー、上がった上がった。で、守備。B になるかっていうぐらいだよね。さ、体力ちょっと危ういけど、これで博士挑戦だよ、博士。いた、近い、しかもめっちゃ近い。来た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 。いけるいけるいける。とりあえずもう最短距離で行きます。追い詰めた。こっちだ。よっしゃ、来た。さあ、博士、ください、あなたのその、技術。よっしゃー。改造手術、栄光。やったぜ。さあ、そして、ここで守備力 A にしたいな。おっと、お、近く。隣、カーレンさん。ちょっと待って、カーレンさん動くな。よっしゃい。素晴らしいね。よし、これでもうカーレンさんに怯える心配もないし。野球マンまだ出てきてないですからね。これ来たんじゃない？守備、あー、守備。いやー、他でも欲しかった。パワーとか総力が欲しかったな。まあ、S にある、S まで行くに越したことはないですし。どうだ？ちょっと遠いな。野球マン3号ってことは、割とでも、ありがたいっちゃありがたいですよね。守備、補給が上がるんで。あー、これ野球マン。あー、すれ違いか。これ体力いったら死ぬかもしんないな。でもどうしよう。まあ、1、2、3。あー、これは無理だ、無理だ。冷静に行こう。これ行って、でも、会えれば回復なんだよな。でも待って。やめた。無理だ。これは、弾道4。フライ製造期間がすごいわ。で、こう行って、ゴールか。パワーが低いな。うん。守備力の高いところは、まあだから前世紀のことを考えたら再現はできてるのかなっていう気はするんですけど、ちょっとこう、パワーだなぁ、あと弾道。本人の能力と比較してもなぁ、やっぱり、そうですよね。パワーが低いっていうのはありますから。まあでも、割とまあ、流し打ち、いぶし銀はね、いい感じになるんじゃない？なんかだから、すごい、いぶし銀なバッティング、いぶし銀な流し打ちしてくれそうな感じする。まあ、そのままですけど。というわけで、こんな感じで完成としましょう。とりあえず、それでは、アップロード、番号こちらになります。ダウンロードの方、よろしくお願いいたします。というわけでね、次回もまた、頑張っていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。